はい、どうもハリチです。さあ、今回ですね、テラーニルというゲームをやっていこうと思います。このゲーム、荒れ果てた土地に自然を取り戻すシミュレーションゲームで、まあ、こんな感じでね、 50% このマップの 50% に自然を取り戻すっていうのを達成していくと。でまずマップはこんな感じだね、スモールで、この中で、まあ、この掘られている場所っていうところに水を流したり、で岩の上に発電機を置いて、その周辺からね広げていくと。で1000ポイントの中で 50% 達成していくと。でまずこのタービンで、この石の上に置いて電気を生み出すと。で次、電気と土地を使って、まあそうだね、自然が入る環境になる土地を作り出すと。でグリーンハウスでその土地に自然をもたらすと。だからこうセットだね。で水を流したり、これは自然と水のところの岩を作り出すと。あ、でそこに発電機を置くんだね。セットで200、高いね。岩距離感覚いけるかな。で、掘削機か。まあこの道を掘るものだね。基本じゃあタービンとトキシンスクラーバー置いて、これで、お、取り返ってきましたよ、いきなり。ちょっと帰ってくんのか。自然1マスにつき1ポイントくらいかな。水も行ってみたいけど、つながりが若干ないね。さあ、生物いないんでね、ちょっと帰ってきてほしいが。緑化プロジェクト、ちょっと水行ってみるか。こっちがいいよね。どこまで行くんだろう。さあ、ウォーターポンプ。お、自然が帰ってきている。パーセンテージ増えん、あ、増えた増えた。これちょっとまだ置けないかな、石試すにはポイントが少ないね。掘削機でここつなげたいな。こうか。あー、でもここはつながるわけではないか。この辺水流せばね、いけるんですけど。グリーンハウス使って、よし。あ、でもコンプリートしてるね。 OKOKOK、 まあ、こんな感じだね。ちょっと石試せなかったけど、ここで使うか。50%、あ、広がった広がった。このマップの 50% なんで結構でかいか。でカテゴリー2増えましたね。ちょっとこれやっていきましょう。てか石がないな。高台があるか。これ水どうなんだろう。やってみる。ウォーターポンプ、最初1000ポイントしかないから、まずはさっきのに広げてって感じかな。あー、いいねいいね。コンボつなげてるみたいな感じがあっていいね。よしよし、まあ、この辺は緑化してと。オッケー、ほぼキャッシュバック。あとはこれはもう岩を置くしかないか。で一発やってみますか。どの辺？あ、中なんだね。岩を置いて、こうっすね。50% か、どうしようかな。とりあえず、これもっといるよね。で、こっち参りましょう。北方面かな。ここはとりあえず水を流すしかないけど、え、どうやってやるんだ。電気いける？届かないよね。掘削機で、ああ、ちょっと自然が消える感じかな。こうやっ
て、あまり死んじゃいましたけど、ウォーターポンプで流すと。これ待ちましょう。こういう感じでしょ？ここは無理じゃない？横向きもないし、こっちに一回伸ばして、こっちに伸ばしてって感じで、つなげるイメージか。こういって、で、こっちからもやると。300使えるか？ ちょっと待ってね。とりあえずこの辺行っときたいでしょ。ここだな。ああ、でもそんな帰ってこないか。結構難しいですね。この辺やってみますか。300、待って、もう絶対戻ってこないか。そんなに自然はないので。ここからの120、112。この辺多分復活しないですよね。じゃあここか。端の方に置けばまだ生えなくはないね。これ電気いらないんだ。あ、そうか。よし、やってみよう。いけるかな？先にこっち置いた方がいいかな？わあ、だいぶ線なくなった。けど、来てくれて、いいね。まずちょっと稼ぐか。この辺、あ、できるはできるんだね。よし。あとは、この辺に石を作るしかないか。なるほどね。面白いね。ここと、使い切った。コンティニュー無理でしょ。リターントゥメニューしかないか。順番的に、まずこれでこの50、25で広げて、ちょっと余ってきたら、水とか石とか作るって感じか。ちょっとこの掘削機あたりが重かったかな。あともうこの辺とかね、ちょっと水の通しが甘かったかな。水がないと石ができなくて、発電ができないと。すごいバランスだね。ちょっととりあえず、今回これにしましょうか。カテゴリーに見たかったですね。